はい、いつもありがとうございます。企業家のプロデューサー、マガリュウです。じゃん、じゃん、じゃん。これなんだかわかる？これ。三葉虫。これはすぐわかるよね。これ。これ。アンモナイト。これさ、三に葉っぱの虫で三葉虫って言うんだけど、皆さんはデボン紀ご存知ですか？デボン紀って今から何年前かご存知ですか？ なんか社会の時間かって感じなんだけどさ、いやー、約4億1600年前から3億6700年ぐらい前がデボン紀。その前がなんか、その前後に石炭紀とかシルル紀とかってなんか全然わかんないんだけどさ、約4億年前よ。これ4億年前に存在していた、まあ、三葉虫の化石。こっちだから4億年前に生きてたんだな、これな。すごくね。デボン紀。なんかデボン紀って隕石が来て、なんかね、両生類が初めて、生まれたというか、で、脊椎動物が陸に上がって、でもなんか隕石が落ちて海の中にいた、無顆粒類だっけな、なんか顎がない、なんか魚たちが60から80%ぐらい死んでみたいな、なんかデボン紀ってなんか壮絶な 歴史を持ってるみたいなんだけど、まあ、なんでこんな、今日って何ですかみたいな動画じゃないですか。夏の音が終わって翌日で、もう YouTube 動画不定期なんじゃないですかみたいな。いや、俺もそう思ってたんだよ。もう別に、たまにまたやればいいかぐらいに適当に構えてたんですけど、いや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 、僕のなんか、周りにいる人たちは知ってるんですけど、僕は最近夜散策してて、うろうろと近所を、ちょっとダイエットも兼ねてね。そしたらさ、今日なんて、8月16日日曜日、お盆のね、最終日、夏休みの終わりというか、あれ何時ぐらいだろうな、10時ぐらいか。なんか、よく知ってる場所なんだけど、まあ、こうこうと明かりがついてて見たら、化石とかって書いてあるんで、下たまたま電気がついてて、誰もいなかったんだけど、ちょうど近くに行ったら、トコトコトコってその階段から人が降りてきて、外国人が、まあ、モロッコ人なんだけど、降りてきてさ、で、俺もなんかそんな化石のお店とか電気ついててうさんくさいじゃん、怪しいじゃん、で、何だろうと思って話しかけたわけ。ねえねえねえ、ここ化石って何言ってんのみたいな、日本語で。 だから向こうもモロッコ人なんだけど日本語でいろいろ話してきてくれてさ、で、お店に案内してくれて、で、いろいろ話聞いててさ、いや、そのモロッコっていうのは化石の一大産地なんだと、もうすごい、その世界的にはそのロシアとかモロッコってなんか超メジャーブランドなんだってね。で、自分はそのサハラ砂漠の、家がサハラ砂漠の近所なんで、昔も子供の時からずっと掘っててって。で、結局これを仕事にしたっていうわけ。で、普段はその日本だけじゃなくて、そのアメリカだったりドイツとかに天地返販売みたいなことをしてるらしいのね。この三葉虫とかだけじゃなくて、恐竜の化石とか隕石とかも販売してるわけよ。さ、はっきり言ってもさ、何が本当か嘘なのかよく分かんないじゃん。俺がその貿易の師匠に、十何年も前に言われたことは、アフリカ人にだけは気をつけろと。なんでか忘れたんだけど。で、僕もさ、同じ宗教で言うと、トルコ、イスラムだから、トルコ人とか結構実は知り合いが多いんだよね。仲良くて。で、日本でもそのビジネスやってるやつもいる。だけど、アフリカ人の友達って俺いるのかなってちょっと遡ったんだけど、ふってすぐに思い出せなくて。で、でもなんかまあ向こうに日本語も喋れるし、まあいろいろすげえ丁寧にいろんな話を教えてくれてさ、で、俺財布に1万円しか入ってなくて、なんか散歩だから財布持っててなくてさ、で、とりあえずなんかいろいろ教えてくれるし、なんかこれくれるとか言って、お友達になったからこれくれるわとか言って、で、家近所とか言って、近所っつったら、じゃこれあげるわとかってなんかもらったんだけどさ、なんかもらうだけじゃ申し訳ないなと思って、1時間ぐらいいろんな話をしてたのからね。で、財布に俺1万円ぐらいしかないんで、なんか1万円ぐらいのそのプライスがついてるものから、で、なんか一番この中でなんか珍しいのあるとか言ってたら、いやいや、みんな珍しいんだよって。だけど、とか言って、まあこれ3万5千円だけど、これ1万円でいいよとか言って、なんか、なんだその。で、ちなみにそのプライスカードにさ、まあ、その、
時価とか書かれてるわけよ、英語でね。寿司屋かと思いながら、まあ、化石の世界は寿司屋なのかと思いながらですね。で、ちょっと僕もいろいろ調べたら、その確かに見た化石の中にすごく立体で、これって何？どういう風なの？って思うようなものとか結構いっぱいあったんですよね。これとか見てもらうと分かるんだけど、ちなみにこれ目だからね。これ目。わかる？すごい綺麗でしょ、これ。加工ないんだって。これ見てもらうと分かるんだけど、石を割ってって、出てきて、まあ、なんていうの、このブラッシングっていうか、なんかいろいろやって、こうやって綺麗な形取るらしいんだけど、だから、なんかその、笑っちゃうのは、サハラ砂漠では、なんかこういう分かりやすいやつをみんな売ってるらしくて、こういう三葉虫とか知らないから売ってないんだって、あんまり。少ないんだって。でもって技術がいるんだって。確かにさ、すげえ、なんていうの、もうものすごい、こういうところがもう全部ないっていうか、ちょっと今度それ見せるけど、なんか説明しにくいから。で、いろいろ調べたら、やっぱり1990年代以降、職人さんの技術が上がって、そういう立体的なものすごく、うまく見せられる化石っていうのが出てきて、といっても、だからまだ30年弱ぐらいでしょ？価値だったり、そのプライスだったりって定かじゃないんだって。で、日本でもこういう化石売ってる人ってネットとかでもいるし、調べてもらうと出てくるんだけど、まあやっぱりさすがにまちまちなのよ。で、やっぱ有名な職人さんとかがいるみたいで、僕が今日友達になった彼が有名かどうかはよく知らないし、裏取りも何もしてないんだけど、まあ、これからの話なんだけど、何が言いたいのかっていうと、モロッコって、皆さん、タジン鍋とか知らない？なんか、クスクスとか食べたことない？ケバブとか。僕はもうケバブ大好き。トルコ人友達美味しいケバブ大好きなんだけど、実はモロッコも、まあ、革製品にしろさ、あと彼らはそのさ、ミントティーがとにかく大好きなんだよね。で、なんか女の子には人気のさ、なんだろう、ミントティーグラス、チャイグラスみたいなやつだったり、香水の瓶だったりだとか、あと革製品も有名なのよ。で、まあ、化石は世界的に言うと、そのトップブランドなわけ、モロッコの化石っていうのは。で、要はその友達になったからさ、で、まあ、うちはね、輸入やってる会社がありますから、専門で。で、実はアフリカはないのよ。アフリカのどの国とも直接取引してるとこないんだけど、まあ、今回ね、そのモロッコのね、彼と友達になったんで、まあ、彼はその化石専門なんだよ。で、笑うのは世界中だったり、日本中にいて、物々交換で化石と、なんか鉱石だったりを交換したり、いろいろらしいんだけど、まあ、モロッコ人だからさ、家族はサハラ砂漠の近くに住んでるわけだし、さっきも言ったさ、そのタジン鍋だったり、そのチャイグラスだったりって、あとは、なんだっけな、キレのパブーシュだっけ、なんだっけ、そういう、とにかく人気なグッズいっぱいあるのよ。モロッコってエキゾチックな国で、実はその結構日本人女性から人気があって、行きたい国ランキングの上位とかにいるようなところなんで、いやいや、どっちみちだったら、そういうのを知れてくれと。でビジネスしようぜみたいな、そう、なんか、まあ、そんなちょっと話でですね、まあ、盛り上がったんですけど、なんか 最近ちょっとタイプ理論、話をさらっとしてるじゃないですか。タイプ理論の話そんなしてなかったっけ？ ビジネスのね、価値コミュニティ、機械、システム、学びっていうのは春夏秋冬ってなってて、実は人間の思考特性と行動特性によってタイプというのが分かれる春夏秋冬っていう。で、僕はその春夏タイプなんだよね。で、どっちかっていうと夏のエネルギーの方が強いんだけど、多様性っていうのがキーワードになっていて、対人、外交的なんで、人と何かをやるっていうのが大好きなわけ。だから今日も初対面なんだよ、初めてなんだよ、初めて行ってみせないんだけど、別にそのいきなり仲良くなれるわけ。で、なんていうの、それで初対面だけど何かビジネスしようぜみたいなことが割と得意とか好きなんだよね。で、まあね、そう、なんか3万5千円だけど、まあ、1万円でいいよこれっつって、1万円のやつってさすが小さいんだよ、ものすごく。で、まあ、小さくてもこういう三葉虫の形とかしているし、ほんと小さいの、これぐらいだったり。で、大きさによってその価格はもちろん変わるんだけど、あとその、なんていうの、掘り出しの技術だったりだとか、あとまあ時代によって違うらしいし、隕石もこれぐらいの隕石があってさ、持たせてもらって、なんか俺隕石も、なんかちゃんとした隕石持つの初めて、これ隕石なのかよくわかんないんだけど、いくらだったら、これ15万とか、15万みたいな。だけど、やっぱ大きさによって全然違うし、で、隕石の価格ってどう決まるのって言ったら、その、遠くから来たのか近くから来たのか、で、
その持った隕石はなんかちょっと古い隕石らしいんだけど、そんな遠くから来てない隕石みたいで15万ぐらいなんだよみたいな、なんか話で、隕石いっぱいあるから今度ちょっとゆっくり隕石見せるわみたいな。隕石すげえ欲しいなと思ってですね。で、なんで僕が YouTube でこんな話してるかというと、誰かモロッコビジネスやりませんか？ なんかうちはさ、もう案件が多すぎて、人がいない、全然いない。もう一人いくつも加減持ちをして、もう そもそもうちの会社って社員がいないから、全ての会社役員しかいないんでね。なんでその役員がもうどんだけのビジネス掛け持ちしてるんかっていうぐらい掛け持ちをしてやってるんで、その必要に応じてパートナー、外注の契約をしてビジネスをさせてもらってるんだけど、なんかもうさ、そのずっとね、仕掛けてきた飲食のフランチャイズもやらなきゃいけないし、このモンゴルの、革のビジネスも始まるしさ、なんかまあいろいろあるんだよ。他にもいくつかの国からオファーが来てるやつをやらなきゃいけなかったりもしてるし、で今日本当もうこれは偶然なんだけど、ってかもう、だからか2時間ぐらい前の話か。いきなりモンゴルビジネスもやること、モンゴルじゃねえや、モロッコビジネスやることになったりさ、なんかもう、これ以上ちょっとね、中途半端にするのもあれだし、実はもうデボン期大好きなんですと、いやもうモロッコ命なんですって、これいない。いねえよな、そもそも。今度僕の YouTube 見てくれてる人が何千人とか何万人いたらいるかもしれないけど、モロッコ行ったことある人いないよな、きっと。でも意外といるんだよな、俺のお客さん結構変わってるしな。で、もちろん彼はモロッコ人なんで、全然パートナーを組むにはね、ちょうどいいんだけど、実はモロッコにはね、日本人バイヤーとかもいるんですよ。なので、なんて言うんだろう、意外ともう結構出回ってはいるんだけど、モロッコのさっき言ったチャイグラスだったり香水の瓶だったり、革製品はさ、ちょっと俺もよくわかんないんだけど、でもなんかまだまだね、いけるんじゃねみたいな、なんかオンラインショップで リアルショップは本当にちょっとリッチだし、いきなりちょっとモンゴルオンリーで仕掛けたとしてもね、ちょっと厳しいんじゃないかな、モンゴルじゃない、モロッコオンリーで仕掛けても厳しいんじゃないかな、東京のなんかね、洒落たエリアならちょっとまだしも、名古屋とかでも厳しいんじゃないかななんて思うんだけど、オンラインだったら全然いいんじゃねえのみたいな、楽天とかヤフーとかね、うちも店舗ありますけど、なんかやり取りがめんどくさいんだよ。なんかうちが商品入れると、まあ、違う会社だね。僕はその会社の役員でもあるんだけど、なんかめんどくさいんだよ。もうだったら 誰かやってくれよ。出てきたら化石も売ってくれよ。化石みたいなですね。なんで、なんかそうそう、調べていくといろいろ面白いなと思って。ああ、まだまだ本当にこれからなんだなっていうね、化石は、化石はだって。で、まあ、モロッコ自体ね、だいぶ、なんていうの、日本人ファンも多いみたいだけど、まあ、逆にモロッコだけじゃなくて、世界中ね、本当にそのいろんなビジネスの機会、チャンスがあるんだろうね。逆にその、僕はあんまり、輸出っていうのはあんま得意じゃないんですよね。もう力入れたいなと思うんだけど、本当はね、どうなんでしょうね。なんか、親日だったり、日本の国が好きとかで、よくテレビでもやってんじゃんね。ユウは何してる日本へだっけとか、なんか、日本のなんか、伝統芸能だったり、パン作り学びたいとか、これを習いたいとか言って、いろんな国から来てくれてますよね。すごい、もう、ものすごい努力して、大好きになってくれて。なんか、本当に、なんかちょっと話変わっちゃうんだけど、そういう外国人って本当にさ、日本の国がお金を渡してもう日本の PR だったり支援しろよっていう、その日本の企業のなんか進出支援のさ、大手のところに金出してんじゃなくて、何十億も、そういう外国人なんだけど、もう日本の文化だとか日本のことが大好きで勉強していて、そこで向こうでやってるんだっていう人たちに機材だったり資金だったりバックアップして、その国でね、その盛り上げてもらう、もうパン屋を持たせてあげるとかさ、なんか伝統芸能の何かもショップを持たせてあげるとか、よっぽどそっちの方がいいよな、お金の使い方的には。いろいろ思ってるわけ。てか逆に言ったら、僕もね、ファンド、国内向けのファンドはちょっと小さくやってますけど、なんか本当にね、そういうふうなところにお金を出せるようなファンドを作りたいですよね。外国に住んでって、日本のことが大好きで、日本の文化を
とか日本の何かを販売したいとかっていう人たちに対してね、なんか支援してもっとね、日本の良さだったり交流とかしてほしいななんて思いますし、そんなことやってみたいななんてすごくずっと思ってるんですけど、まあ、15分になりますんで、そろそろこの辺りで。で、本当マジな話、ちょっとモロッコに興味関心がありますっていうよりレベルじゃなくて、ちょっと俺モロッコにかけますわっていうか できたら女性がいいかな モロッコビジネスはなんて思うんですが、はい、またよかったら連絡ください。それではまた。